こんにちは。鶴巻温泉治療院の溝口です。ウイルス性食中毒の話です。ウイルス性食中毒があると、平成6年に認定され、食中毒の原因の20%を占めていることが分かりました。それまでは、原因不明の食中毒として取り扱われていたのですが、これは、ウイルスを培養細胞や動物実験を使って人工的に増殖させることが難しく、簡単に検出する方法がなかったので、 特定することができなかったためですウイルス性食中毒を起こすウイルスにはロタウイルス、腸管アデノウイルス小型 QK ウイルス、アストロウイルスなどがあります感染した糞便から排出されたウイルスが食品や水を汚染したものを摂取することで感染が起こります人から人へと感染する場合もありますウイルスは 小腸の粘膜上皮を破壊しながら増殖し、腹痛、嘔吐、下痢の急性胃腸炎の症状を呈し、発熱する場合もあります。症状は3日から7日で回復します。症状からどのウイルスに感染したかは分かりませんが、ロタウイルス、アデノウイルスには検査キットがあり、簡単に調べることができます。その他のウイルスについては、検査が難しく、数週間かかり、一般の病院で簡単に検出することはできません。 流行は冬場に多く、ロタウイルス、長期休憩ウイルスの感染が多いです。ロタウイルスは、乳幼児に多く、蛍光感染で発症し、胃腸炎として重症化しやすく、白色便下痢症が特徴で脱水を起こすので、水分補給が重要です。小型休憩ウイルスは、乳幼児から成人で感染し、生牡蠣やサラダなどによる食中毒による集団感染が多く、最近では夏場にも見られます。 このウイルスは、下水道を通って海に流れ込む河川に生息するイマイガイの内臓に吸収されることがわかっています。冬の生垣は、小型球形ウイルス感染が心配されるので、注意しましょう。予防対策は、手洗いの励行、調理器具の加熱消毒、食材の十分な加熱なのです。では、本日の話はこれで終わります。